Ok, salut. C'est parti pour 3 heures de méga dimension Neptunia V2. On fera. Alors, la dernière fois, on avait fait la bad ending, donc on va recharger la sauvegarde pour faire la vraie fin. Enfin, la fin normale. Et ensuite, on recommencera le New Game Plus pour rusher la vraie fin. La bonne fin et tout. Et ensuite à minuit 30, ça sera du Euro Truck, mais ça on verra quand on y sera. Hop, le jeu se lance. Hop. Devrait être bon normalement. Mega Dimension Neptunia Bon, ça. V2. Hop, et c'est parti. Donc on reprend la sauvegarde. Pourquoi j'ai la sauvegarde? Ah non, c'est celle-là. Donc normalement elle est juste avant la fin de la mauvaise fin. Voilà, c'est ça. Donc la mauvaise fin, il fallait aller directement là, la bonne fin, la fin normale, la fin qui fonctionnera. Parce que sur la mauvaise fin, bah, les 4 déesses qui sont emprisonnées, donc Neptune, noir, blanc et vert se retournent contre nous et nous défoncent la tronche. Enfin non, on s'enfuit et puis voilà quoi. C'est la fin du monde, c'est la catastrophe, c'est le fail. Donc le but, ça va être d'aller voir leurs 4 rêves. Enfin, elles sont enfermées dans leurs rêves, donc on va voir leurs 4 rêves et je pense qu'on va les en sortir. Et comme ça, ensuite, elles reviendront avec nous et on pourra péter la gueule au boss final. そんなことないわ。プラネテューヌってことは、多分ネプコの夢が具現化している場所なんじゃないかしら。ネプチューヌはどんな夢を見てるのかな。確か本人が望む幸せな夢だったわよね。他の女神様なら予想はつくけど、ネプコの幸せって何なのかしら。女神化できるので、体のコンプレックスは違うですよね。そうね。それに前に今の姿の方が気が楽って言ってたし、妹もネプギアがいるしね。甘えることもできますし、甘えさせることもできるです。友達も多いし趣味も多い。ネプギア心当たりないの？なんだろう、確かに言われてみればお姉ちゃんの幸せって何なんだろう。逆に気になるわね。せっかくだし調べていきましょう。ほらネプちゃん、揚げたてのコロッケ持ってきな。わーい、おばちゃんありがとう。ほら、うちの新作のプリンも持ってきな。あとで感想を聞かせろよな。お兄さんもありがとう。ネプチューヌ様、見て見て、テストで100点取ったの。100点すごいね。ネプ姉ちゃん、俺の話も聞いてくれよ。やっと野球部でレギュラー取れたんだ。大会見に来てくれよな。いつも遅くまで河原で練習してたもんね。大会も見に行くから頑張るんだよ。ネプネプ、たくさんの人に囲まれて幸せそうです。みんな笑顔だね。ありえないわ、ネプコのくせにみんなの幸せが自分の幸せだっていうの。仕事サボって昼寝やゲームしてたり、プリンやお菓子を食べるとか、そんなダメ神らしいツッコミどころ満載の幸せだと思ってたのに、なんでギャグ要員のネプコの幸せがこんなにほっこりしてる内容なのよ。でもこれじゃあいつものネプネプと同じですよ。この光景私見たことあります。本当？はい、遊びに出かけたお姉ちゃんをよく迎えに行くんですけど、いつもこんな風に笑顔のみんなに囲まれてるんです。Salut Riku, c'est Méga Dimension Neptunia V2, c'est marqué dans le titre. Hop, on continue.
しかして、もしかして多分なんですけど、お姉ちゃんの幸せっていつもと変わらない平和な日常なのかもしれません。たとえこれがまがいものの平和な日常でも、ネプッチらしくていい夢じゃないか。俺も記憶を失う前はこうだったのかな。 OK、de une. Ensuite, suivante. ここに行くんだね。タタ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 。ここはラステーションですよね。ってことは、お姉ちゃんの夢が具現化してるからかしら。だと思います。ユニちゃん、急いでるって言ったのに。別にここに来たのはたまたまよ、たまたま。そうだよね、狙って見に来れるような場所じゃないもんね。じゃあ早くお姉ちゃんたちを助けに。ちょっと待って、せっかく来たんだし、ちょっとだけでいいから見に行っちゃダメかな。ユニちゃん、やっぱり。だって気になるものはしょうがないでしょ。お願い、ちょっとだけでいいから。ネプキアちゃん、私からもお願いです。少しでいいので見せてもらえませんか。経営者さんまで。もうちょっとだけですよ。けど肝心のノワールさんはどこに。いけない、遅刻遅刻。遅くまで台本チェックしてたせいで寝坊しちゃったじゃない。早くアニメの収録スタジオに行かなくちゃ。で、確か今日の午後は今度出すシングルのレコーディングがあって、それが終わり次第駆けつけてゲームのアフレコだったわよね。あ、超人気アイドル声優のノワールちゃんだ。昨日の夜やってたノワールちゃん主役のアニメとっても良かったよ。見てくれてありがとう。次の話はもっと面白いからよろしくね。うん、絶対見るよ。お仕事頑張ってね。ありがとう。あ、この音はメール？午後から一緒に買い物行かない？か、うん、ごめんなさい、仕事だからまた後でった。そし、今度は電話、うん、はい、もしもし。え、今夜の予定は空いてるかって。もしかしてデートの誘いなのかしら。嬉しいけどごめんなさい、今夜は先約があるの。けど気が向いたら後で食事ぐらいはしてあげてもいいわよ。それじゃあね。うん、お友達からの遊びの誘いは嬉しいんだけど、今は声優として一番大切な時期だし、我慢我慢だ。そうだ、確か夜の現場の近くにケーキ屋さんがあったはずだから、ユニに買って帰ってあげようかしら。たまに早く帰れる日くらい姉妹二人でゆっくり過ごしたいしね。けど今の私すごく輝いてるかも。ユニももう一人前に育ってきたし、国のことはユニに任せて、私は声優業に専念しようかしら。ポカーン、ポカーン。何あのお姉ちゃん、アイドル声優としての活躍アンドリア中アンドユニさんとの姉妹関係も良好。まさにノワールさんの理想がてんこ盛りですね。けどアフですよ。なんで私がいないの。確かにお姉ちゃんの願望が全部叶ってるわ。けどだから女神をやめるって、そんなの私のお姉ちゃんじゃない。ユニさん、お姉ちゃん。あら、ユニじゃない。女神をやめるって本当なの。そうよ、だって女神としての私よりも声優としての私の方が輝いてるんだもの。けどそれができるのもユニが一人前になってくれたおかげ。そうよ、せっかくだし今夜引き継ぎ式をしない？きっとユニなら喜んで国民のみんなも受け入れてくれると思うわ。お、どうしたの？違う、こんなキモくて無責任で調子に乗ってるお姉ちゃんなんか、お姉ちゃんじゃない。ユニ、ちょっと待ちなさいよユニ。ふう、きっと緊張してるのね。お姉ちゃんとして後でメールで励ましてあげなきゃ。
私の精神が持たないわ。ネプギア、早く先に進むわよ。そしていつも通りのお姉ちゃんを取り戻さなくちゃ。うん、よっぽどショックだったみたいだね。OK、ドゥドゥ。Suivante, blanc ou noir, on sait pas, ce sera surprise. Donc c'est vert. Au sera. Belle no yume ga gugen ka shita basho daru. Sokka, mokutekichi ja nai no ka. Esusha san wa Belle san no yume ni kyoumi aru hazu arimasen shi, kikikae shite betsu no ruto wo tagashimashou.興味あるね。はい。イーシャもベールの夢に興味あると言っている。はい、イーシャさんまで。けどベールさんのことですから、きっと妹ができる夢だと思いますよ。それか私たち女神候補生がベールさんの妹になるかと思いますよ。それでも構わない。わかりました。少しだけですよ。けどベールさんはどこにいるんでしょうか。向こうからベールの気配がする。ついてこい。気配はこの先にある部屋の中からだ。確かこの先ってベールさんの部屋ですよね。とりあえず入ってみましょう。あのベールさん、その声はネプギアちゃんですわね。ちょうどいいところにいらっしゃいましたわ。紹介したい人がいるので入ってきてくださいな。それでは失礼します。なんですかこれは。もうその漫画は私が読むために買ってきたんですもの。だって面白そうだったんですもの。なら一緒に読む。いいんですの。もちろんですわ。ほらこちらに来なさい。その年でゲームクリエイターが青ざめるほどちょこっとリアルなゲーム業界ラブがキャッチコピーな。ゲーム業界一初恋の最新刊に目をつけるなんて、さすがは私の妹ですわ。将来は有望ですわね。あのベールさん、そっちの2人のベールさんは一体。紹介しますわ。次女のベールさん、三女のベールさん。ça va pas changer le mot pour les prénoms。二人ともネプギアちゃんとエスーシャへのご挨拶は。はじめまして、ベールと申しますわ。ベールと申します。以後お見知りおきをですわよ。ベールですわ。以後お見知りおきをですわ。ネプギアです。こちらこそよろしくお願いします。エスーシャだ。ありがとうベールお姉ちゃん。お姉ちゃんのおかげで挨拶ができましたわ。姉として当然のことをしただけですわ。それでは漫画の続きを読みましょう。二人とも可愛いと思わなくて。はい、とても可愛いと思います。カオスだ。そうですわ。せっかくですし、お二人も一緒にお茶をしていきませんこと。きっとこの二人も喜ぶはずですわ。たまにはネプギアちゃんも妹に甘えられてはどうです。小さい私も甘え上手で可愛いですわよ。私はいいかな。ベールさんには甘えられるよりも甘えたいですし。ここにいては頭がどうにかなりそうだ。ネプギア、出るぞ。驚いたな。まさか妹がいない願望をこういった形で叶えるとは。多分それの他にもう一つ。もう一つ。イーシャも聞きたがっている。聞こう。自分も誰かに甘えたい、可愛がってもらいたいっていう願望です。誰も自分を妹として見てくれなかったり甘やかしてくれないので、自分もそうされてみたいという願望があったんだと思います。だから二人の小さなベールさんもベールさん自身なんですよ、きっと。意外と深いな。OK。
Lookout. Ça va être blanc.肝心のブランちゃんはどこにいるんだ？呼んだかしら。お、噂をすればなんとやらじゃないか。あ、oui、bah oui、elle avait un complexe。私に何か用？何をそんなに驚いているの？それとも何か変なものでもついてる？お姉ちゃんのお胸が揺れてる。まったく、ラムったら何を言っているのかしら。胸なんていつも揺れてるじゃない。だってこんなに大きいんだから。お姉ちゃん、その格好寒くないの？ベールさんよりお胸が見えてるよ。寒いどころか暑いくらいよ。そうね、もう少し露出の多い服に変えようかしら。その方が私の魅力ももっと伝わると思わない？これ以上は子供の教育上あまりよろしくないと思うがね。それは私に対するひがみかしら。シュッと細くてくびれた腰に突き出た丸いお尻、ベールも泣いて逃げ出すこの胸、まさに女性の理想形だと思わない？よく天は二物を与えずというけれど、三物も四物も授かった私ってなんて罪な女だと思わない？やっぱりブランさんの悩みって胸とか体型のことだったんだ。でも夢の中のブランちゃんとはいえイラッとするね。お姉さん思わず殴っちゃいそうだ。確かに今までのブランさんでは考えられないくらい調子に乗った感じですね。こんなお姉ちゃん大嫌い。どうしたの急に？お姉ちゃん、お胸が大きくなって性格悪くなった。私胸が小さくても優しいお姉ちゃんが好き。私もちっちゃいお姉ちゃんが好き。きっとあの大きな胸が原因よ。この話終わっちゃおう、ラムちゃん。風船みたいに割る。ちょっと待って、ロム、ラム。そんなもの危ないわ。早くしまいなさい。やだ、悪いお胸をツンツンしてやっつける。ダメだよ、二人とも。そんな危ないもの早く捨てて。やだったらやだ。オンに切るわ、ネプギア。危なかった。もうダメだよ、そんな危ないものを人に向けちゃ。待って、絶対あの胸が原因でお姉ちゃんの性格が悪くなったんだもん。でもコンプレックスが解消されるだけで人の性格っていうのは変わるものなんだな。ほら大変じゃない。もしかしたら捕まってる間にお姉ちゃんの胸が大きくなっちゃったらどうしよう。大きくなる前に助けなきゃ。こうしちゃいられないわ。急いで助けに行こう、ラムちゃん。あの二人ものすごい勘違いをしたまま行ってしまったね。後でちゃんと誤解を解いてあげないといけませんね。じゃないとブランさんが針で刺されそう。 OK、 on a fait tout le monde。On va aller faire les... On va quand même ramener les bordels.
Ah mais non, pas les mobs, on s'en fout. Une petite sauvegarde parce que au cas où on est merdé un truc. Normalement non, mais bon, on verra bien. Et c'est parti pour le pin du donjon là-bas, parce que maintenant on sauvegarde un peu. ダーク女神と戦うのは初めてだったな。だが安心していいぜ。何せ俺がいるんだからな。シェアリングフィールドさえ展開できれば、ただ図体がでかいだけのデクノボーだ。おじけづく必要なんかねえよ。ですね。娘さんがいればダーク女神なんて怖くありません。おう、サパーティーズ、わしフードラマセパーコン。なななななな。Ah oui, c'est elle qui était d'accord, c'est elle qui tape, c'est pour ça qu'elle tapait fort. Ouais, allez, ça va le faire. On va quand même skipper les mobs, hein, parce que... Quoique, il faudrait prendre du niveau quand même. Alors, évite de misser s'il te plaît, c'est vrai que chiant. Ok, on va du milieu ensuite. Parce que là, il va pas me marquer. Si, il va peut-être me marquer. Non, mais de toute façon, j'ai pas le choix, faut que je me tue. Pas les autres. C'est ça. Donc, je suis là, je peux prendre celui du milieu.
Voilà. Maintenant, on descend. Ah oui, faut pas, ça fait pas froid. Hein. C'est quoi la condition du trésor? Ah, il est 10 fois sans idée, bon ça. C'est pas très compliqué. Je heal jamais en fait. Une équipe qui défonce sa mère. Je peux juste que le cadeau ne va pas se retrouver au tout début, parce que ça va être chiant. Choper aucun. Oh, tu vas voir si je peux en choper aucun. Ça n'a pas fait grand chose. Wow, 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 wow. Et pourquoi? D'accord, on résiste à toutes les attaques, je sais pas, physiques. Allez, dis-moi que j'ai une réflexe magique dans le tas. Pas du tout. C'est un peu la dèche. Ah, un peu de flamme. Ah mais t'es trop loin. Un petit peu plus d'attaque magique dans les filles. Parce que là c'est un petit peu chaud.
の番だな。Mais t'approches pas de Uni, c'est chiant. Ouais, t'es plus dans mon angle de tir. Comme ça, donc, toi tu peux taper, toi t'as rien, oh, t'as rien du tout en fait en logique. Oh, c'est la dèche. T'as eu zoomé, elle a plus beaucoup de vie. Hein. Ce qu'on va faire, c'est que. Je pense que ça serait mieux. En attendant qu'on puisse se re-healer. Ah bah évidemment, passer par là. Bon, qu'est-ce que c'était? Trop vite. Allez, cours, cours, Nep. Allez, Nep, Nep, on court. Le bas. C'est pas lui que je veux tirer. Ah mais oui, c'est vrai que j'ai pu zoomer. Même mission encore. Hein. 4. Ça va, il y en a que l'un. Ça réagit pas tant, et puis ceux-là ils sont chiants, ils font mal. Calmez maintenant, il est moche. Oh,
私は思い出にはならない。もらった。刻んだ。光は我らと共に。どう、魔物の狙い。Comment ça, il en reste 10? Oh, va te faire foutre. C'est quoi cette expédition qui a foiré? Oh non, les chiens. Que dalle. Je me bouge pas avec, ça sert à rien. Alors changer de perso, ouais, mais on va changer de perso avant de faire les deux autres combats. Ouais. Bon, tant pis. C'est pas toi que vous tapez. C'est bon, le trésor il a pas, je pense. Parce que ça ne marche plus. Ah mais non, mais... Oh bah oui, il fait de la merde, on dira rien. Perso, ouais, il me l'a cancel et faut que ce soit les 10 premiers qui. Les 10 premiers combats qui réussissent. Peut-être. Tant pis. On fera ça dans New Game Plus. On sera encore plus fort. Ouais, ah, bateau mortel. Rapidité, c'est toujours la première à partir en combat. Ok, on sera presque tout en bas. Enfin, peut-être que tout en bas il y a des trucs. Faut quand même aller vérifier. Je pense qu'il n'y a rien. Merde, c'est pas... c'est un coup de sac. C'est pas le chemin.
plus haut qu'il a repop. On plus trop de niveau là, hein. Quoi 40, 40, 35, 40. En tout cas avec les mobs normaux ça mange plus des masses. Ah, c'est toujours les chiens en plus. Oui. Ok. Pas fou, hein. Mais ils font mal. Hey, next. Ah, oh, un dogo de merde. Attends, Aïef, elle a pas des... Il y a un démon summon. Donc elle a rien d'autre. Toi, à la place, on va mettre... Je crois que c'est une des deux là qui marche bien en... Ah ouais, ah, elle a plein de trucs, c'est cool. Bah oui, bah t'es pas passé loin, super. Défonce en magie. Mon petit. Ah mais elle défonce en magie, hein. On va la laisser en backup magie. Non mais je vais me casser de mon côté. Non, c'est par là-bas. Non, c'était bien par là. Je fais n'importe quoi. Là-bas pour avoir le coffre. Vas-y, mise pas toi. Mais hé hey. C'est pas comme si j'en ai pas 30 000, donc ça va. Ouais.
Ah, c'est ça, il couche, évidemment. Allez, encore un mob. Par contre, là, il y a la save. Oui, il y a peut-être la save aussi la dernière fois, sauf que je l'ai pas vu, mais vu qu'elle est dans... planquée dans le coin. Je suis plus sûr s'il y avait la save ou pas. J'espère qu'on arrive à le tuer quand même au moins un coup avant qu'il attaque. Merci. Là, comme ça sera tranquille. Alors la petite save. Et le combat de boss. Je vais quand même mettre des meufs qui se transforment parce que ça va être du chien. Ah, remarque, je pourrais avoir les 4 filles. Ouais. Et à la rame. Oh putain, c'est pas le niveau. T'as un niveau de merde! Non, tu fais pas mal, dégage. Dégage. Faire ça comme ça, tu pourras changer les 4 sœurs au cas où. Mal. On va qu'il y avait... Hop. On va voir ce qui change. On va skipper ce qu'on a déjà vu, hein. その間に愚民に守護女神とはだがそしてあろうことかだからするとどうだから黒歴史らしくそしてじゃあそうそういうことだよそして君も
想して種明かしだ。いや、俺が見ている夢の中とでも言うべきか。だから君たち、それゆえに。ありえないわ。それすらも可能にするのが妄想。そして俺は長い間外から封印を破ることはできなくても、だけどそんな時だ。何が原因、そしてあろうことか、おかげで。だがそれ以上に新たな、するとどうとはいえ、そしてだから、より力を得るために、いわゆるゼロ、そんな、全て仕組ま、まるで家畜を育てているようだ。そうだ、黄金の一時的に進行し、すると守護目が、そして私たちも秘密ゲース。さあ、二つの次元がネガティブエネ、これら三つの地、そしてせ、断る。そんな話を、俺はネプッチたちをた、てめえの言う通り。残念だよ。なら、やろうってのか。Ah, normalement c'est là que ça devrait switcher. Oui, donc il y a les trois. Oui, bon, ça, les trois foires, ça on sait. Au moins, il devrait y avoir les quatre qui se réveillent bientôt. Voilà. Bon, est-ce que ça change ? あんなところに長時間閉じ込めるなんてどうかしてるわ。ですが、まるで生まれ変わったようですわ。J'espère。なぜかしら、すがすがしい気持ちだわ。お姉ちゃん、よかった。その様子だと無事みたいだね。うわー、ネプギアだー。このとき。Bon, toujours pareil。何物騒なこと言ってるのよ、あなたは。いきなりすぎてネプギアが驚いてるじゃない。ごめんごめん、久しぶりのネプギアだったからつい浮かれて羽を外しすぎちゃったよ。苦しなんてもったいないもんね。いたぶっていたぶって苦しめなきゃね。な、何言ってるのお姉ちゃん。私はどうやってユニをいたぶろうかしら。死なない程度に手加減するって難しいのよね。姉ちゃんまでどうしちゃったの。ロム、ラム、聞かせて、あなたたちの悲鳴を。甲高くて頭に響く耳障りな声を聞かせてちょうだい。お姉ちゃん、怖い。どうして、どうしてお姉ちゃんもそんなこと言うの。それはね、私たちがあなたたち妹のことが憎くて憎くてたまらないからよ。まったく、あなた方はいいですわよね。可愛い妹をいたぶることができて仕方ありませんわね。私は残り物で我慢して差し上げましょうか。 IF さんとコンパさん、そしてゴールドサード、さーて、どなたからにしましょうか。ベル様ですか。ネプギーや、ネプギーや。そんなの、あなたが憎いからに決まってるじゃない。妹のくせに、姉の私よりできる子だと周りから褒められ、私には指図ばかりをする。理由は明確。Bon, ça c'est toujours pareil, hein. 話して、お姉ちゃん。ああ、いいわ、いいわよ、ネプギア。あなたの苦しむその顔。でも愛しいわ。ま、
丈夫？ネプギア？はい、なんとか。もういいところだったのに。こんなんじゃ助けるところじゃないよ。一度逃げよう。待ってください。せっかくここまで来たんです。ああ、お姉ちゃんたちを助けなきゃ。気持ちはわかる。さあ、だがネプテッドはもう、さっき私の苦しむ声にちょっとですけど反応がありました。だからまだ希望はあるはずです。希望か。ギアッチがそいつを見たってなら俺はその賭けに付き合うぜ。危険だウズメ。それに君は今、そんなことは分かってる。自分なのに自分じゃない記憶が頭の中をぐるぐるして気持ち悪いんだけどよ。今はそんなことよりネプッチたちを助けることが重要なんだ。ならその賭け私も乗らせてもらうわ。私たちも、せっかくお姉ちゃんを助けに来たんだもん。帰れるわけないわね、タムちゃん。私だってそうよ。ネプコが言って聞かないなら殴って言い聞かせるだけだわ。アイちゃん、相変わらずネプネプには容赦ないですね。私もお手伝いします。あんなノワールさんは私の親友じゃありません。私だってブランちゃんのパートナーなんだ。道を外したときは殴って正してやるのが相棒だ。そうだね、仲間を正すのはヒーローの常。待っててネプネプ、今度は私がネプネプを救う番だから。珍しいな、お前が子供以外にタダで働くとは。私もネプネプにはたくさん借りがあるからね。それに女神様たちのあんな姿子供たちに見せられないよ。で、S 社はどうなの？助けるに決まっている。へえ、興味ないお化けの S 社が珍しいね。 E 社もベールのあんな姿を見たくないと言っている。それに誰かを助けるのに理由がいるかい？なら満場一致で決まりだな。待ってるよネプッチ、俺たちがお前らの目を覚まさせてやる。ネプティアヌ参上。私のターンです。Vous calmez direct là, hein. Il me faut des trucs pour aller acheter des. Bon, c'est parti, il faut se charger. Oh, c'est pas trop cher. Si je pouvais me transformer, ça serait pas mal. L'air, t'as fait super mal. Elle peut pas, elle. Je suis con. Tu peux pas aller jusqu'au bout, donc tu vas attaquer comme ça. Ça va, tant qu'elle sort. Non, non, sors pas les grosses attaques. Ah non, non, mais on se calme! Il va falloir un coup de heal là. Hein.Encore de la charge. Fille qui attaque au prochain.
Dakert. Ok. Masuto, il est là. Je suis sûr qu'elle a lâché son bon truc. Une HS. Allez, c'est parti. Tu te calmes, s'il te plaît, là. Ça, elle est pas morte encore. Bon, une. Bon, ça y est, c'est le fixe. J'en ai tué une. Non mais je viens à peine de l'aise, t'es chiant. Bon, on va bourrer, qui? On va bourrer elle. Elle a pas beaucoup tapé, mais bon. Ça va être compliqué le passage de... Non, attends. Il va me falloir autre chose, là. Il va me falloir un heal de masse. Un, deux, et où la troisième? Et où Nep? Elle est là. Ah, elle est trop loin. C'est pas grave. On raisera après. Ouais, on raisera. J'espère que j'arrive à tenir 3 trucs, hein. 3 tours. Hein. Calme, ça va. On va raise en masse. Ils sont morts tous. Là. Ça me permet d'attaquer ça. Ah merde, j'ai pas deux barres. なかなかだ。とっておきの夢をくれてやる。
Bon, ah, j'ai toujours pas tué une deuxième. Où est-ce qu'elle est? Là. Si je la touche. Bon, une deuxième de mort. Arrête de me les tuer, t'es chiante. Allez, on bourre. On va commencer par vert. Comment ça, Miss? Oh non, mais tu fais chier là. Ça marche pas des masses. Faut que je remonte mon machin d'urgence. Je suis trop. Quoi, si c'est. Ah, mais je dois taper elle en fait. Charger un peu. Ouais. Bon, elle est morte l'autre. Ouais, c'est bon. Allez, on pourra raise. Parce qu'on sait pas ce qu'il y aura après. Elle a pas une sorte de. Ah, revive! Revive! Parce que ça a fait comme dégâts, mais bon. Allez, on va dire. Oh, j'ai l'impression que je viens de skipper les trucs. Ah.私はネプギアを憎んでいたの。かけがえのない唯一の可愛い妹じゃない。憎んでもいなければ嫌ってもいないわ。むしろ愛しているわ。お姉ちゃん、届いたんだね。私たちの声が。ネプギア、ごめんなさい。私、なぜかあなたのことが憎く感じて、それであんな心にもないことを。引き上げたというのか。妄想の渦に落ちた女神たちを。妄想の渦だかなんだか知らねえが、落ちたなら何度でも俺が引き上げてやるよ。先輩なら後輩の面倒は見ねえとな。うぬぼれるなよ。俺から分離した絞りカスの分際で。やめて、これ以上ネプギアを憎まさないで。憎みたくない、憎みたくないの。私が、私じゃなくなっちゃう。助けて、ネプギア、ウズメ。もう嫌。ダメ、
ユニが好きなのかも嫌いなのかもわからない。やめろクソが。これ以上私の中に変なもんをぶち込むんじゃねえ。愛しいはずのものが憎しみで染まっていく。いや嫌いたくない、憎しみたくない。感情が制御できない。助けて。私が私じゃなくなる前に誰か。どうやら無駄な抵抗だったようだね俺。これで分かっただろう、俺は俺の絞りカスだと。甘ったれてんじゃねえぞ後輩どもが。必死で妹や友達が呼びかけてんのに、チッタは自分の力で何とかしやがれ。てめえのこともてめえで救えずに何が守護女神だ。うずめ、たく世話の焼ける後輩どもだ。なら全員俺のシェアクリスタルに願え、そしてネプッチたちの救いを祈るんだ。何をする気だ。ネガティブエネルギーが心に憎しみを生むのなら反するシェアエネルギーで打ち消せるはずだ。どっちの思いが強いか勝負と行こうぜ。何をしている、何をするつもりだ。わかんねえのか。ギアッチたちの祈りをシェアを俺の持つこのシェアクリスタルに込めてるんだよ。シェアクリスタルの再建成だと。そんなことできるはずが。俺の妄想なめんじゃねえぞ俺。さあ戻ってこい後輩ども。俺が絶望や悪夢に負けないくらいのありったけの希望と夢をくれてやる。Ah, les ultimate modes. Nanda, その姿。嘘だよ。どんだけネガティブエネルギーをぶち込んだと思ってんだよ。そいつを消し飛ばすほどのシェアエネルギーで中和したってのかよ。中和？違うね。完全にかき消してやったんだよ。ま。姿が変わったのは予想外だったけどな。ありがとう娘、あなたのおかげで妄想の渦を抜け出すことができた。大したことはしてないさ。俺は手助けをしただけで、妄想を振り払ったのはネプッチたち自身だ。てめえよくも大切な人を憎ませようとしてくれたな。私たちをもてあそんだ借り存分に返させていただきますわ。もちろんお釣りはいらないわよ。調子に乗るなよ後輩風情。こっちには完全体となったダーク女神がいることを忘れてはいないか。なら受けて立とうじゃねえか。Il y a trop de trucs là, il y a trop de sang dans tous les sens. Arrêtez. Juste ça. C'est vachement utile. L'air de combat qu'on a vu trois fois. Évidemment, hein, les meufs qui font 35 000 dégâts de plus que les autres, il faut vérifier les équipements parce que je sens qu'ils m'ont foutu une... un truc de merde. Ensuite, de ce côté... Évidemment, on va laisser... C'est vrai qu'il faut les affinités pour que ça marche, mais bon, c'est pas grave. Celles qui font le plus de dégâts.
fond. Ça, de toute façon, je vais pas l'activer parce que je sais pas quoi. C'est un combo très ça. Ah, il faut un qui n'utilise pas. Donne. Ah, c'est bon! Après Vius, Previous au pluriel. Allez, donne-moi un truc qui fonctionne, c'est chiant. Celle-là doit fonctionner. Montrer non, d'accord, mais pourquoi je vais pas l'activer? Salut Superfire, ça va bien et toi? Bon, dispersion! Hop. Non, je vais attaquer moi. Je vais attaquer. Ah oui, parce que je peux attaquer avec des sabres. J'avais oublié. On va commencer doucement. Assist, non, je ne veux pas de l'assist. Okay, je perds de moitié de sa vie. Hop, on part par la droite. Vers la droite, hop, faut faire un carré. Je crois qu'il faut faire un carré, non? C'est quoi leur skill à 4? Ouais, faut faire un carré. J'en ai un autre. Ouais. Non, mais gardien de force, c'est bien. Ça va renoncer pas mal. Hop, toi tu restes ici. Tu restes ici. On ressemble à quoi la map? Non, faut que t'ailles aussi par là. Hop. Toi tu vas par là-bas. T'es où toi? T'es là. Hop! En position. Bah c'était pas le jeu de barre, et où l'autre? Ah mais je me suis complètement planté en fait. Oh fait chier. On va y aller tranquillou. Toi t'es là, tu restes là.
Il va falloir deux jauges de machin, je sais pas comment on va la faire. On les trucs qui donnent le plus de vite, c'est ça. Ah, par contre, comme j'ai. Tant je me mette en place pour faire mon super sort, il va déjà être mort le mob. Oui, c'est ça, j'ai utilisé ma jauge. C'est super, c'était très malin. Voilà, je commence à faire le carré, sauf que c'est la merde. Un hit à plus de un hit par un hit, on va pas te sortir. Toi, tu reviens par là. Voilà. Cette hit. Bon, on va avec cette hit. Hein. Un carré, laisse-moi faire mon carré là. Je peux pas faire un carré. Ah oui, donc l'autre n'est pas assez rond en fait. Est-ce que je peux déjà taper dans le. Non, pas du tout. 4 hits. Ah, 7 hits. Cross combination. T'es où toi? T'es là. Comment ça, ça ressemble pas à un carré là encore? Rien faire. Tu vas te calmer, heureusement qu'elles sont costauds. Hein. C'est qui toi? T'es là. Alors on va remonter un peu par là. Ça ressemble à un carré là, à peu près. Ah, il y a du 5 hits. Et ensuite, toi t'es où? Toi t'es là. Comment ça, ça ressemble pas à un carré? Mais tu te fous de ma gueule. On va faire plus carré que ça. Hein. Donc on va la monter un peu, mais... 11 hits, non, 7 hits. Yo, qui va mourir bientôt là, j'aurais même pas eu le temps de lancer mon super sort. Non, toi il faut pas bouger. Reste là, reste comme ça, reste comme ça. Ah, ça fait un carré là. Tu vois, ne dis pas que ça fait pas un carré, tu te fous de ma gueule. Je suis en super formation carré là. Bon, d'accord, j'ai pas 4 trucs. Mais bon. Jamais annoncé. Ah non, mais c'est un carré là. T'as, merde pas là. Faut pas faire plus carré que ça. Bon, je peux lancer autre chose. Bon. Je vais te coltiner ça. Bon, on a déjà vu ça. Allez, dernier coup. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Non mais tu te calmes. Putain, heureusement que je le tue au prochain coup hein, parce que. Wow! C'est bon là? Putain. Allez hop, on va attaquer avec ça. Voilà, t'es mort. Il y aura 30 coups en plus pour rien, mais c'est pas grave.
か精進しなきゃダメね。Bien, je sais pas ce que c'est que ce loot, mais tant mieux. Orera no kachi da. So da ne. Kedo saigo ni katsu no wa ore dewa nai. Ore da. Kono go ni oyonde hattari demo shikake yo tte no? Hattari ka. Nara ba jibun no me de mite miru ga ii.この次元の座標、はい、ディモンションをクラッシュ。まさか、そんな、さっきよりも超次元に近づいている。どうして急にこう。なぜかというと、君たちが全員こちらの次元に来てくれたおかげだ。邪魔者がいないと、ここまではかどるとはね。女神を落とすことができなかったのは残念だが、これでようやく制限なく超次元に行くことができる。それがこの次元を移動させていた目的か。ああ、そうさ。2つの異なる次元が同一座標に位置することで、次元同士は1つの新たな次元へと融合を果たす。そうすることで、精神体の俺でも超次元で実体を持つことができるのさ。もっとも俺の方は超次元側のシェアエネルギーを大量に浴びたせいで、少しの間なら超次元側でも実体を得られるようだけど。行くよクロワール、頼む。とうとう超次元に行くんだな。待ちわびたぜ。また会おう。次に会う時は封印から解放された真の姿を見せてあげるよ。逃げ切る気か。ああそうだ、せっかくだから君たちにプレゼント。Tu pouvais pas te taire, blanc. Maintenant, va m'envoyer trois cloches de sur ma gueule. Ah non. 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 Ah non.すぐに追いたいところだけど、さすがにそう簡単に通してくれそうにないか。せめてクロちゃんさえ標本に挟まってれば、私がアップさせてあげられたのに。もうクロちゃんのバカ。なら、ここは私たちに任せて。ネプギアたちとゴールドサードは超次元に行きなさい。私たちが？そうね、こんな数だけ多い偽物の相手、私たちだけで十分だわ。それに偽物とはいえ、実の姉と同じ姿の敵を倒すのにも抵抗があるでしょ。ほら急げ、早くしないと完全に次元が融合しちまうぞ。わかりました。それでは皆さん行きましょう。そうだギャッチ、一応こいつを持ってけ。シェアクリスタル？さっき作った余りだ。そいつがあれば俺がいなくてもシェアリングフィールドが展開できるはずだ。もしダーク女神との戦闘になったらそいつを使うんだ。わかりました。おっと、ここから先には行かせないわよ。あなたたちの相手は女神さんたちだけじゃないですよ。アイチュ、コンパ、どうしてあなたたちがここに。ネプギアたちと一緒に行ったんじゃ。油断して敵に捕まっちゃうようなうっかりさんたちだけを残していけるわけないでしょ。私たちにしか手伝えないこともあるはずです。ありがとう二人とも。あ、mais c'est terrible ce choix。Bon, je pense qu'on y fera les deux, j'espère.
On va faire les filles d'abord, on va faire le côté R dimension. どうやらネプギアちゃんたちは無事に逃がすことができたようですわね。ちょっと変なフラグを立てるようなこと。Pire quand on fera la vraie fin, on ira faire l'autre côté. 元気そうで何よりでも。うずめ。ネプッチの方は少し見ない間にすげえ姿になれるようになってるな。ゴールドサード。ゲーム業界のみんなの信仰心のおかげ。守護女神の転換期を乗り越えられた。か、よかったな。お二人さん、ちょっといいですか？うわ！どこから出てくるんだよ、でっかいネプチは。私のことを放っていいムードを出すのはいいけどさ、時間と場所をわきまえてよね。ゆりゆりした空気は好きだけど、敵さんは待ってくれないみたいだよ。Ah oui, c'est vraiment des fakes. Hein. Adulted, sexy, pigeon, megami, Belle-chan. Ça va les énerver. あんなキャラだったかしら。私ってあんなキャラでしたっけ。すごい、いきなりエネルギー切れ。ここに来てまさかのガス欠。まさか偽物のセリフには脱力効果が。それならきっと声だけじゃないよ。変な動きの呪いのダンスをするとシェアエネルギーとか SP が吸われちゃうんだよ、きっと。いや、ネプコが2人もいると突っ込む気力すら起こらなくてね。それこそカロリーの無駄だわ。それです、それですよ、アイちゃん。2人のネプネプに突っ込みを入れるネプネプダイエットを新しく売り出すです。君たち、おしゃべりもいいが戦闘の準備は大丈夫なのかい。もちろんだよ、海太郎。私はいつも最初からクライマックスなんだから。その前にちょっと待ってほしい、ネプッチ。そこ、もういきなり何さ、海太郎。せっかくかっこよくバトルに入るところだったのに。しばらく会っていなかったから忘れていても仕方がないが、俺の名前は海代だ。Ok, bon. Ok, on va y aller comme ça. On va parmi l'équipement de merde, hein.Pas race de ce truc. Ah, elle commence pas, hein. Bon, ça va. Trop mal. On a eu pire. Toi, j'ai pas pu sauvegarder depuis tout à l'heure, alors... Qui se calme. Vous arrêtez de faire tous les tours, là? Vous m'en laissez un peu?Yeah.
La prochaine qui va attaquer, ça va être Kun. Bon, pas tuer avant qu'elle attaque, ça ne servira à rien. Je pourrais faire un heal. Ouais, pas trop kill déjà. Paix à ma plante. On va faire un carré là. Ah bah voilà, je peux faire gardien de force maintenant. Genre elles ont rien eu comme dégâts. C'est super. Ah, bon. On va éviter qu'elle meure. そんな細かいこと気にすんなよ。でも、へえ、あれだけいたのに全員倒すなんて意外とやるじゃねえか。クルちゃん、今さらどの面下げて戻ってきたのかしら。で、うずめとこの次元の秘密を知ったお前らはどうすんだ。そんなの聞かれるまでもないわ。もう一人のうずめを倒す、それだけや。でもいいのか。あいつを倒せばお前らがゼロ次元って呼んでる場所も含めて新次元は消えるんだぞ。そうしたらそこのうずめもウミオもこの世界の住人みんなが消えちまう。それでもお前らはうずめを倒すってのか。そんなことって、おいおい、ちゃんとさっきの話を聞いてたのか。この世界はうずめそのものなんだ。あいつが消えればこの世界も消えるのは当然だろ。けど困ったよな。あいつを倒さなきゃ超次元は救えない。超次元を救うと新次元は消滅。まさに今ゲーム業界は歴史の分岐路に立っているんだ。守護女神としてお前らはどう答えを出すんだ。ひどいよクロちゃん、そんなのどっちかなんて選べるわけないじゃん。わかった、きっとこれは選択肢が出た後に数秒後に第3の選択肢が出るパターンだね。なるほど。つまりハッピーエンドへの道はその第3の選択肢にあるんだね。お前ら揃いも揃ってゲーム脳かよ。けど早く答えは出した方がいいと思うぞ。
何もしなければ2つの次元の融合は進むんだからな。はあ、世界はなぜこんなに娘を追い詰めるんだ。彼女は何をしたって言うんだ。ま、自業自得だな。超次元を一度滅ぼしかけたんだ。銀河が呪いとして絡まってても不思議じゃない。どういうことだ。なんだ、まだ気づいてないのかよ。ネプギアが集めていた断片的なレポートがあっただろ。あれ、うずめのことなんだよ。なかなか気づいてくれないから、うずめとデータを修復してやってもお前ら全然気づかねえのな。世界中のやつらに恨まれることをしてかしたんだ。それが呪いとしてまとわりついててもおかしくないだろ。はあ、行っちまったな。で、どうするの、ネプコ。もう海に決まってるよ。ただでさえ自分の正体を知ってショックを受けてるのに追い打ちだなんて、そんな状態のうずめを一人にできないよ。Je crois que ça va durer 10 ans. On va faire déjà une coupure parce que là...